どうもこんにちは、宮崎大輔です。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。さて、今回はですね、キュウリをこちらの植木鉢プランターで育てる方法を詳しく解説します。こちらのチャンネルでは農業や家庭菜園に関する動画をアップしていますので、まだチャンネル登録されていない方はぜひチャンネル登録お願いします。キュウリを地面に植えて畑で育てるやり方は別の動画で解説していますので、ぜひそちらを見てみてください。今回はですね、プランターとか植木鉢を使ってやる方法です。ではまず必要な道具を説明していきます。まずはキュウリの苗です。接ぎ木苗と呼ばれている苗がおすすめです。なぜかというと、接ぎ木苗の方が病気に強いからです。キュウリの苗はホームセンターやインターネット通販などで買えます。はい、それから植木鉢もしくはプランターが必要になります。今回私はこの8号と言われているサイズ、これぐらいの大きさの植木鉢を使います。基本的にはどんな大きさのプランター植木鉢でも育てられるんですけれども、大きければ大きいほど栽培が簡単になります。なので少なくともこれぐらいのサイズ、できればもう少し大きいサイズのプランターを用意してください。次は土に関してです。このような感じで野菜栽培用の園芸バイドを購入してください。ホームセンターやネット通販、100円ショップでも買えます。ホームセンターに行くといろんなね、野菜栽培用の園芸バイドが売っていますが、基本的にはどんなものでも構いません。お好みのものを選んでください。はい、それから鉢底石というものも使います。これはプランターとか植木鉢の底の部分に入れて水はけを良くするものです。それから肥料も必要になります。一番最初は培養土に肥料分が含まれているので肥料は必要ないんですけれども、これから追肥という作業をしていただきますので、その時に必要になります。もしですね、肥料分が含まれていない土を使う場合には、一番最初からこちらの肥料を使ってください。化学肥料でも有機肥料でも構いません。それから今回はですね、このような支柱を使います。主にアサガオとかつる性の植物の栽培に使われているものです。こちらの支柱を使うメリットは非常にコンパクトに栽培ができることです。なので狭いベランダで育てる場合にはこのようなものを使うのがおすすめです。それから庭や広いベランダで栽培をするときにはこのようなネットを使って栽培してください。園芸用の支柱をプランターに挿して、そこにこのネットをつけることで栽培ができます。こちらの支柱の立て方については別の動画で解説していますので、そちらを見てください。あとはグローブ、割り箸、園芸用の紐、それからマジックペン、これだけあれば始められます。はい、それではまずはこちらの植木鉢の準備をしていきます。今回私は植木鉢を使いますが、プランターでも同じように栽培できます。まずはこの植木鉢の底に鉢底石を入れます。鉢底石はバラバラのものでもいいんですが、このようにネットに入っているタイプを使うと、後で土と鉢底石を分けやすいのでおすすめです。これを入れます。はい、このように底の部分に鉢底石を入れました。この上に野菜栽培用の園芸バイドを入れます。はい、ここまで野菜栽培用の園芸バイドを入れました。必ずこの縁から3センチぐらい下までにしてください。あんまり全部入れすぎてしまうと、水やりをした時にこの土がね、外に溢れ出てしまいます。これぐらい、9分目ぐらいまで入れてください。中心の部分に少し穴を開けて、そこにキュウリの苗を植え付けます。まずはここを少し掘ります。はい、こちらが今回使用するキュウリの苗です。今回はこのうどんこ病に強いという、うどんこ強しという品種を選びました。キュウリの栽培の中では特にうどんこ病という病気の発生が問題になるので、私はですね、こちらの品種を選びました。キュウリのうどんこ病の対策は別の動画で解説しているので、ぜひそちらをね、見てください。はい、じゃあ植え付けるときは、ここを持って上に引っ張るようなことはしないでください。ここでね、切れてしまうことがあります。この苗にこのように指を入れてひっくり返してこのように抜きます。はい、じゃあこの苗をここに植えます。ポイントとしてはこのポットの土の高さとこちらの植木鉢プランターの土の高さがだいたい同じ高さになるようにしてください。そうしたら土を戻します。軽く押さえてください。こうすることでこのポットの土と植木鉢プランターの土が密着して根っこの活着が良くなります。はい、これで植え付け作業は終わりです。では次に支柱を立てます。はい、このような支柱がホームセンターや100円ショップ、Amazon で購入できますので、ぜひ購入してください。こちらのサイズが大きければ大きいほど栽培はやりやすくなります。
ただ狭いベランダで育てる場合には邪魔になってしまうので、栽培する場所によってこのね、大きさを選んでください。このように差し込みます。一番底まで必ず深く差し込んでください。はい、このように設置できました。これからキュウリはですね、この支柱に沿わせてぐるぐると栽培していきます。ただですね、おそらく支柱の高さが足りなくなるので、そうしたらここにね、細い支柱を足します。細い支柱を足して、さらにですね、その支柱の上に伸ばしていく形になります。それからこの栽培自体はですね、ミニトマトの栽培でも使えます。ミニトマトをこうぐるぐる周りに這わせていくやり方です。そちらもね、別の動画でご紹介してます。このままだと、こちらのキュウリが風で倒れてしまったり、こちらの支柱にすぐにですね、つるを伸ばしてくれないので、ここで仮支柱というものを立てます。細い園芸用の支柱を持っている方はここに斜めにつけてください。で、そういうものがない方はこちらのね、割り箸などでも代用できます。細い棒状のものでしたら何でも構いません。根元に刺します。はい、このように刺して、ここを紐もしくは園芸用の針金で固定します。次にこの仮支柱とこちらのキュウリの苗を固定します。この時には8の字結びというやり方で固定しましょう。ここで一度小さな輪っかを作ります。で、ここでねじります。そしてここの支柱に固定します。はい、これで OK です。そうするとこちらのつるが伸びていって、こちらの支柱にまとわりついて伸びていってくれます。植え付け作業が終わったら水をたっぷりとあげましょう。こちらの植木鉢、プランターの底から水が出てくるまでしっかりあげてください。それから品種名を忘れないように、このような札に植え付けた日付を書いて、ここに挿しておきましょう。はい、これで植え付け作業は終わりです。この後の管理の仕方はですね、別の動画で紹介していますので、そちらを見てください。はい、キュウリ栽培のポイントを少しだけ説明しておくと、しばらくですね、このままずっと栽培をしていいんですけれども、葉っぱ5枚目ぐらいまではね、脇芽と言われて、ここの葉っぱの根元から発生する芽、これに関しては取ってください。で、葉っぱがね、6枚目以降のものについてはそのまま、出させてしまって構いません。それからですね、葉っぱの上に白い粉みたいなものが発生しましたら、それはうどんこ病という病気です。うどんこ病が発生したら、殺菌剤など使わなければいけません。それからですね、少量だけ葉っぱに出た場合には、その葉っぱをね、摘み取ることでも感染拡大を防ぐことができます。一番最初になった実に関しては、スーパーで売ってるような大きさまで育ててしまうと、こちらの株に負担がかかってしまうので、小さめのうちに収穫してください。キュウリはですね、収穫のタイミングを1日伸ばしただけでかなり巨大化してしまうので、小さめのうちに収穫するのを心がけてください。それからキュウリは強い光を好む野菜ですので、必ず直射日光が長時間当たる場所で管理してください。キュウリは光が弱いとうまく育ちません。それから最初のうちは培養土に含まれている元肥の肥料分でうまく育つんですけれども、1ヶ月ぐらいするとその肥料分がどんどんなくなっていきます。そうしたら追肥をしてください。で、追肥は化学肥料でも有機肥料でも構いません。それぞれ肥料によって強さが異なるので、最適な量というのは違います。なので、お使いになる肥料に書かれている使用量を守って使ってください。このように苗が小さいうちは水の消費量も少ないので、土の表面が乾いたら水をあげるようにしてください。これからですね、この苗がどんどん大きくなっていくと、葉っぱの面積も広がって、その分水の使用量もどんどん多くなります。キュウリは水が多い方がよく育つので、土の表面が乾いたら必ず水をあげるようにしてください。夏場はですね、1日に1回か2回水やりをすることになると思います。このように栽培をすれば、狭いベランダでもキュウリの栽培ができますので、ぜひ参考にしてみてください。ただ途中からキュウリが大きくなってきたら、途中でですね、支柱を継ぎ足す、それをね、外れないでください。はい、今回の動画面白かった、役に立ったと思ったら、ぜひいいね、よろしくお願いします。それからですね、何か質問や動画のリクエスト等ありましたら、コメント欄に書いてください。
それからですね、これからも農業や家庭菜園に関係する動画をたくさんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。ではまた。